チス、誰も知らない凡人、イカレタコスケです。ガンダム UC エンゲージ、どうでしょうか？皆さん、大体の概要、雰囲気、分かってきたでしょうか？で、やっぱり色染めが重要になってきましたね。新松永一人だけを編成して、モビルスーツは自由で、イベントクエストをクリアせよ、みたいなものがありますんで、まあ、一機の性能もね、非常に重要になってくると思います。まあそういったところは、なるべくウルトラレアに任せていきたいところ、もしかしたら SR でもね、クリアできるところあるかもしれませんけども。まあとりあえず今回は、ガンダム UC エンゲージ、育てるべき SR モビルスーツ、ランキング5、やっていこうと思います。それでは行ってみよう。第5位。M0014 ズダ1番機みんな大好きツイマッド社のズダちゃんです。このズダちゃん、原作準拠の性能になっておりましてですね、まあ先に説明しておくと、戦力これ最大値が表書かれてますけども、最大値24万っていうのはだいたいウルトラレアと4万ぐらいの差ですね。これに関しては他のモビルスーツも大体同じ感じです。あとは戦力の振り分けといったとこでしょうか。でこのズダちゃんはですね、原作準拠になっており、攻撃力が最大4374、これは波のウルトラレアを超えているレベルの火力になっています。まあ強襲機なんでね、火力高いってこともありますけども。でかつ EX スキルに実弾威力支援ベータ2、自身に20秒間、ちょっと待って、実弾ダメージ、いや、ギリギリじゃねえか。ダメージ 50% 上昇、さらに20秒間実弾ダメージ軽減 40% 上昇と、実弾特化タイプではありますけどね。今はちょっとどっちかというとビーム環境な気もしますけども、非常に大きい振り幅の能力上昇値を見込めます。それから、戦闘開始から実弾ダメージ 14% 上昇に、敵を倒すたびに実弾ダメージ 14% 上昇、5回まで重複と、実弾と超特化型の超火力型で、原作準拠の低防御といっても、実弾軽減に関してはそこそこ HP はまあ他のモビルスーツ強襲の SR に比べて1割減ぐらいといったところでしょうか。防御力もまあちょっと低めといったところでしょうか。でこのモビルスーツどんな時に使うかっていうと、まあもちろん弱点の色に対して特攻をかけるってことも必要だとは思うんですけども、まあ、落ちることを前提として、落ちた時に能力アップするモビルスーツもしくはパイロットを周りに配置しておくことで、まあ、ズダは確かにそこに存在したのだっていう感じで味方が強くなるっていうね、そういった使い方、面白い使い方ができるんではないかなと思います。単体の性能で言うとね、 SR のランバラルさんがね、なんだ、敵を倒した時に火力アップのスキルを持っているんで、まあ、そういったところと組み合わせることによってうまく噛み合うと、あれですね、バンバン敵を落としていく暴走状態、原作のズダのようにねジムをバンバン落としていけるかもしれません。第4位 M0113 アンジェロ専用ギラズール。この子は、じゃあ、現環境において、まあちょっとね、上がったり下がったりといったとこでしょうか。これ私が持っている機体なんでね、戦力等々は私が持っているものになっていますけども、まあそちらの性能よりもですね、EX スキル、一番 HP が多い敵に、攻撃力の 327% ダメージ、こちらはちょっと上がりますね。機体カテゴリー、赤いモビルスーツの味方に20秒間ビームダメージ 12% 上昇ということになってます。そうです、赤いモビルスーツでかつビームダメージを使うモビルスーツいますね。次回のイベントでおそらく、特攻になると言われている今回のピックアップナイチンゲール、それから、同期でこちらですね、ちょっと出しちゃおうか、後で説明しますけども、キュベレーマーク2、こちらにも赤いモビルスーツがついています。でかつこの子にも、敵全体20秒間ビームダメージ軽減 20% 減少、戦闘開始からビームダメージ 10%、 まあビーム関係に関する能力アップがついてるんですね。でこのアンジェロ専用ギラズールは紫色なんで、まあめちゃくちゃ弱い相手ってのが存在しないわけです。なんで機体が足りない時で、かつ赤いモビルスーツを主力とした時に、まあ、火力の底上げが可能になる。でかつですね、
この子狙撃機なんですね。これが今現状としてまあ、ちょっと悩ましい4位になっているかなといったとこですね。というのも狙撃機というのは強襲機に弱いんですね。でその強襲機を止める役目を持っているのが、まあ、それに特化しているのが重装型なんですけども、重装型 SR にはいるにはいるんですけども、宇宙適性がないんですよ。まあゴッグとかゾックなんですよね。でウルトラレアで持っているのが彼ですね。フルアーマーガンダムサンダーボルト版で、彼はでも紫色なんですね。ということは黄色からのダメージを半減できますけども、黄色とは相対的に弱点なので一方的に強い、重装タイプという形ではないんですよ。でレアにも普通のねノーマルレアにも何体かいますけども、ちょっとノーマルレアだと心もとないといったとこなので、今現状4位に落ち着いているというところですが、次回イベントで、手持ちとしてはなかなか面白い性能を持っていると思われます。そして第3位 M0163 メタス、前回の動画でもお伝えした唯一の回復特攻持ち、回復特攻持ちっていうか、まあ、一機を大幅に回復するモビルスーツとなっています。現状まだレベル低いんですけども、それでも、最大 HP の 41% 半分、まあレベル次第ではね、改造次第では半分前後、回復できるということで、いろんな場面で必要になってくると思います。これまだちょっと何とも言えませんけどね、必ずしもこの機体が今後絶対必要かとかいうのは分かりませんけども、唯一の回復機体なんで、とりあえずちょっと博打的に強化しておいてもいいかなといったとこですね。で性能もまあそこそこといったとこなんですけど、ただね EX スキルでダメージが与えられないので、そこだけちょっと注意なんですけども、本体としては戦闘開始からビームダメージ 10% 上昇と、回避時に 10秒間ビームダメージ 13% 上昇、5回まで重複ということになってます。今回あのイベントで新松永のソロ任務やった人はなんとなくわかると思いますけども、回避っていうのがね結構大事だねってことがわかりました。でこのメタスちゃんに反応の高いかつ射撃値の高い、パイロットを乗せておくことで、まあ、生存力と火力を、維持しながら回復薬として戦場に残ることができるってわけで、あの反応の高いパイロットと非常に相性が良くなっていますんで、まあ先ほどのあれですね、まあ、図だと絡ませることはなかなかないか緑だからね染めたとなるとね、まあ、図だみたいな機体と合わせることによって、味方モビルスーツが落ちた時に反応値が上がるみたいなね、そういったバフを開幕からかけて、一気ズダの死を無駄にせずに戦っていく、敵の攻撃を回避しながら味方を回復していくみたいなね、そういった使い方も可能になってくるんではないかなと。まあ、何にせよ回復特化っていうのは現状まだ本当に少ないので、まずこれ持ってる人はね育成しておいてもいいんじゃないかなと思われます。第2位悩んだんだけどね、 M0008 リゼル隊長機、こちら SR の中で、まあ、突飛出た性能を持っているわけではないんですけども、まあ、全体的に、平均して高い性能を持っていることっていうのが、まあ、まあだから劣化 UR ウルトラレアと言ったらいいんでしょうか。かつですね、メガビームランチャーにターゲットしている敵一機に攻撃力の 395% 防御無視ダメージと、自身に20秒間移動速度 65% 上昇というわけで、まあ、メガビームランチャーの火力にも期待できること、それからスキル 1-2 に関してが戦闘開始30秒後からビームダメージ 16% 上昇、スキル2に EX 発動するたびに10秒間ビームダメージが 21% 上昇と、緑とビームということでナイチンゲールと非常に相性が良くなっていますんで、まあ、特にね緑でナイチンゲール持ってる人なんかにはこちらおすすめかなと、まあ、持ってない人でも穴埋めとしては非常によろしいかなと思います。移動速度に関してはまだ詳しく検証しきれてないんですけども、戦闘画面を見る限り、近接攻撃を、うまくはまると近接攻撃をずっと相手に振らせずに射撃が可能であったり、
あとはこれは私があの近接に狙撃タイプで挑んだ時ですけども、ずっと近づかれててこっちのモビルスーツが全然攻撃しなかったりってことがあったんで、この辺移動速度はおそらく射程距離と関係があるんではないかなと思われます。ちょっとここ詳しい人ぜひコメント欄に。まあそれは抜きにしても、全体的にハイスペックな SR となっていて、かつナイチンゲールと相性がよろしいということで、次回ね、どんな形でナイチンゲールが特攻になるかわかりませんけども、お供にいかがでしょうか。そして堂々の第1位 M0088 キュベレーマーク2プル2機。まあこれは説明不要かもしれませんが、一応説明しておきましょう。敵全体、ビーム耐性弱体アルファ2、敵全体に20秒間ビームダメージ軽減 20% 減少と、味方の火力アップと、敵全体への、ビームダメージ軽減 20% 減少、どれぐらいの差があるか分かりませんけども、まあ全体デバフってことになりますかね。 SR としては破格の性能になっています。まず色を選ばない、それからカテゴリーを選ばない、一番少ないビームか実弾かでビームに対して効果があると。で、本体もビーム特化型、戦闘開始からビームダメージが 10% 上昇、 EX 発動するたびに10秒間ビームダメージ 15% 上昇と。この子は私が今所持している機体なんでね、数値としてはもっと高くなっていきます。なので私なんかはあのユニコーンガンダムなんかとね組ませていた気がしますね。なんで組ませていたんだか忘れてしまいましたがで、これ実弾の方もねいるんだよね。いるには、まあ、今がビーム環境なんで、まあ、ビームってのもあるかもしれませんけども、一応実弾の方もご紹介しておきたい。どこ行った？そう、M0002、陸戦型ガンダム。こちらは、味方全体に20秒間実弾ダメージ 30% 上昇ってことで、こっちは上昇な上に 30% なんで、非常に高性能に見えるんで、この子もちょっと入れたかったんだけども、宇宙が罰なんだよね。それがなかったら、かなり高性能な機体になりそうなんでございますよ。さらにこっちは汎用機だしね、向こうは強襲機なんで、やっぱりね最初とつってしまうので、 EX スキルも打てるのかっていうところはあるんだけども、そのカバー範囲が広いので今回入ってますけども、彼が実弾環境でかつ宇宙も出れるとかであれば全然彼の方が使えるんですが、まあ紙一重といったところでございましょうか。あとは持ってるモビルスーツによってみんな変わってくるかなと思います。例えば重装型、あのこのフルアーマーガンダムサンダーボルト版持っていたら、 SR のねこのスタークジェガンとか、あとガンタンクとかみたいなね、攻撃を充実させたりとかいろいろあると思いますけども、まあ、とりあえずまばらなモビルスーツを持っている状況であれば、今の SR っていうのが、今後活躍できるんではないかなといったところ。あとはまあガチャ追加された時にどんなモビルスーツがね SR に果たして来るのか、来なければね今のこの機体たちを育成していけばいいんだけども、来た場合はね何機来たら、例えば3機とか来てね、全然めっちゃ強かったりしたらな、ちょっと悩ましいところですが、まあとりあえず、味方パーティーを、潤沢にするための SR トップ5でした。それでは！回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて、果て間な心、君は知らない。まあ